さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭はレギュラーウォール、レギュラーウォール先頭。2番手は織姫アップ、クリスタルニンファ抜けた、レギュラーウォール追いすがります。一気にレギュラーウォール、クリスタルニンファ、クリスタルニンファ1着、2着にはどうやらレギュラーウォール見事に勝ちました。クリスタルニンファ、レギュラーウォール2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。最後の追い比べ、先頭は東証フェノマ、東証フェノマ先頭、東証フェノマ先頭、いぶきニュースター食らいつく、やはり強い東証フェノマ、東証フェノマ、東証フェノマ1着、2着にはどうやらいぶきニュースター、東証フェノマ見事1番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってガラントバック、ガラントバック先頭。2番手はレイズボックス、追いすがります。あと 200m、 ガラントバック先頭だ、ガラントバック先頭、ビッグ勝利食らいつく、ガラントバック先頭だ、ガラントバック、ガラントバック1着、2着にはどうやらビッグ勝利見事に勝ちました。ガラントバック河内トリビュート敗れました。これは掲示板までです。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭に立ったリバーガール、残り 100m、 リバーガール粘り込みを図ります。一気にヤシマソブリン、リバーガール大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。